還暦ガーデニングです。ですね、今日は日曜日ですが、ちょっとね、見ていきたいんですけども、これはですね、咲いてきましたよ。ほら、これ、そう、これとね、これがね、同じやつなんですけど、どっちもね、花は咲いてなかったんですよ。1週間前は多分咲きましたですよね。で、これもこの葉っぱを見てもらうと分かるんですけども、ほぼほぼ死にかけていたんですけど、花咲きましたよ。これどうなんでしょうね。こういうのちょっとこう関係なさそうなの切った方がいいですかね。ほら、これどうなんでしょうね。こういうのちょっと切って、でもこれ切るとどっから次花咲くのかな。これ次花咲きそうですよね。これはまあいつも、あとはこの辺はこれ雑草ですもんね。雑草ね、まあ雑草は抜いた方がいいんですけど、ハサミで切るよりは。これ雑草ですよね。これも、あ、虫がいます。ほら、映って、これ虫ですよ。ほら、で、これわからないんですけど、この背の高いやつちょっとブツブツ切ってみますね。もうね、ちょっとわかんないんですよ。これこういうの、ほら、もう思い切って、ほら、これわかんないですけどね、切りますよ。もうほら、だって基本背の高いところに花咲いてないですもんね。ほら、背の低い方、あ、これは今から咲きそうですけども、まあこれも切っちゃいますね。これカーメンさん合ってますかね、このやり方。これももうブツブツ切っちゃいますよ。もうこれも切っちゃいますか。はい、なんか下の方にほらいっぱいほらありそうですから、なんか切った方がいいような気もするんですよね。これももうちょっと切っちゃいましょうかね。これももう外して、これも外して、これも切っちゃいましょうね。この辺もね、まあ、これちょっと背高いんです、切りたいんですけど、ちょっとでもこれも思い切って、これは今もったいないかな。はい、この黄色いやつはなんか終わったのかな。この辺は終わったの、切りましょうね。これも終わったんですかね。ちょっと終わりと始まりがわからないです。それからこれです、これ、この花見てください。これ今まで咲いてなかったですよ。これ確か、これ雑草ですよね。これ雑草です。これ雑草は切ります。これほら、こんなの全然なかったんです今まで。ほら、でこれともう雑草とね、花がね、ごっちゃん、こっちは違う花ですもんね。こっちはね、こっちとこっちは違うんです。ここで違ってますんで、これなんか期待大ですね。これはまあ強いんですよ。はい、これとこれ同じですかね。パンジービオラで、これね、風でやられちゃうんですよ。こっちから風がピューって吹きますので、これもうかわいそうなんです。あ、これも雑草だ、これも雑草だ、これ雑草。これ頑張ってるでしょ、この紫、黄色紫ね。それからね、これだってほら、こんなに綺麗に咲いてなかったんですよ。それからこれも同じです、さっきと。これもなんて言うんでしょう、これもこれ下の方にいっぱいあるでしょ、ほら中の方にとか。これも必殺切りますか。切れちゃえ、切っちゃえ作戦でいきます。切る、わからない、切る、もう切れ、切っちゃえ。ごめん、
切っちゃえ作戦です。この辺ももう合ってるかな、これいいのかな、わかんないな、やり方として正しいのか正しくないのかわからないんだよ正解が。はい、それから悲しいのがこれですよ。これ強いと思ったんだけどな、これはまあ強そうではなかったんです。こっちは頑張ってますけど、この辺いやわかんないんですよ。はい、こちらの方がねちょっと全滅気味なんです。これとかこれわかんないんですよね、どうやったらいいのか。これ一回ありますかね。ああわからない、頑張れ。これはどうですかね、これやっぱりこれもダメですか。これね、これ一旦切りますか下から。うわあこれわかんないわ。うわあわかんない、これわからない。まあこれは昔から頑張ってるね、この黄色ちゃんは。そしてこれなんだ、これ花は咲いてるぞ、花は咲いてるぞ。わからない、これもキリキリ作戦ですか、キリキリ作戦。これもわからない、もう背の高いやつは。これどうなんですかね、これなでしこって言うんでしたっけがね、バンバン切ってるんですよ。これも花が出るのかどうかわからない。はい、これね、あとね全然関係ないんですけども、じゃがいもですね、これじゃがいもですよ、ね、あとね、まあ話は変わりますけど、ここにねあれあるんですよ、ほら、苔。これね、逆光こっちか、どう写せばいいのかな。これね、とにかくね、ほらもう元気よく復活したんです、これ苔。驚きますね、植物の強さ。はい、これもこっちに持ってこよう。ほらこの緑、ほらこの辺、ほら苔、これ一番復活苔です。これも苔ですね、はい、すごいでしょ、この辺の苔も、この辺もね。あとはこれがユリですかね、ユリ。これは雑草よあなた、よいしょ、ちくしょう、これユリな、ユリです、これユリ、ユリユリ、これも強いんですけども、これほら雑草と紛れ込んじゃって、もう雑草が強いから本当に、雑草が強い、わからない、はい、ほらね、まあこんな感じで、もうやな、もうこの辺ほら、これ何か咲くかなと思ったら、なんかそのまま終わっちゃうのかな、終わっちゃうのかな、終わっちゃうのかな。あとこれもね、もうほらもういっぱい落ちてます種が、はい、こんな感じです。ここも何か咲くのかなと思ったら、ほら見てください、この辺のこの雑草、全部雑草でしょ、これ杉なっつんでしたっけか、これほら、ほらね、これも雑草ですよ、はい、もうね
ざっそ。次が強いんだ。はい。これも終わりましたから、もうこの辺から切ります。ポチンと。はい。チューリップも全部終わりました、この辺。チューリップも終わりましたわ。はい。朝水やったんですけど、もう一回水やった方がいいですかね。まあでもね、一番の楽しみは今のところこれですね。このシリーズがどのようになるかは、ちょっとこれからちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。はい。はい、じゃあ以上ですね。還暦ガーデニングです。